ちゃくちゃ柔らかい。はい、着きました。ガスト。はい。はい、じゃあ、会いに行きましょうか。はい、口行って。すみません。いただきます。いただきます。見えねえし。すいません、お待たせいたしました。行った行った人気動画になるんじゃないかな。はいと、はい、くーちゃん入れていこうや。はい、雨男、雨男。テレビ塔がホテルに最近変わったんですよ。テレビ塔は僕行きましたね。なんか、あ、なんかディスプレイがついた。あ、本当。はい、お別れでーす。バイバーイ。じゃあね、また。バイトさん、ごちそうさまでした。また宮崎に行くからね。次に向かうのが、ちょっと待って。読むのかな。ちょっとわからないな。あ、これも三重県だ。ここ行こうかな。こっちに変えました。これだと愛知県。はい、スタート。まもなく立つたふれあいの里道の駅です。その先、目的地です。わあ、めちゃくちゃ車がおる。すごいね、昼間みたいじゃん。ねえ。目的地に到着しました。ここやったら軽いから一人で行けるやろ。ね。行けるやろ。大丈夫さ。今ここ愛西市なんですけど、この木曽川を挟んで、面白いのがここが岐阜県、そしてすぐ三重県。こういう場所があるんですね。愛知、岐阜、三重。面白い。では愛知県の愛西市を出発します。これはもう三重県になるのかな。イオン、まあ、ダイソーちょっと行きたいなと思って。はい、19キロ、29分。結構あるね。まあまああるね、うん。はい、岐阜県に入りましたね。こっからほら、こっから三重県。くーちゃん初めて、くーちゃん三重県ね。あっという間やったやろ。愛知県、岐阜県、三重県。屋上。はい、着きました。はい、三重県のイオン。ここ水に浸かります。だってカルビ使いました。そので100均で S 缶とハンガーを買いました。美味しいか、うん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうバクバクっと一気に食べました。はい、で何それ。ダイソーで売ってたスライム。はい、よかったね。はい、次はですね、アクアイグニス片岡温泉というところまで行きます。ここなんと夜の12時0時まで空いてるということで、なんかすごくおしゃれなとこらしいので、ここに向かいます。24分、あ、もう23分、15キロ、割と近いですね。もう10時に着く、いい感じで。ここっぽいね。うわ、え、なんかすごい。間違いやったな。うわ、すげえ。
ど、なんか動画だと全く分かんないな、これ。私もいるの分からない。はい、はい、今から、あ、これって外せんのかな。何それ。これスライム。あ、ずっとスライムスライムうるさかったもんな。スライムがいきなり出てきて。何がひっついてんのそれ。あのね、なんかデコられてるやつ。うわ、何それ。でも色がすごい綺麗やね。パパの時代のスライムと全然違うね。緑色のあのくっさかったのと、バケツに入ってた。なんか甘い匂いしない。する。あ、いい匂いがする。めっちゃすごいな。ま、バラ。え、見せて。バラ。わお、へえ。すごい。そんなことができるんだ。はい、グーちゃん。わあ、すごい白いな。はい、それでは今からもうすぐ近くの、もう5分で着く道の駅小物に行きます。三重県です。はい、聞いてないね。はい、行きます。はい、まあ4分だね。もう2キロ。はい、行きますよ。Thank you.